1910年にカリフォルニア州で撮影シール・ハーン・ナセルとはアフガニスタンの政治家、実業家である。ナセルはハロー・ティー族の族長の家系に生まれ、1930年にクンドゥーズ地方の知事を務めた。シール・モハマド・ナセルとも、宿敵のアブドゥラフマーン・ハーン国王ナセルはアフガニスタン南部にあるガズニーのハロー・ティー族の族長の息子として生まれた。 しかし20世紀初頭にバーラクザイアサのアミールのアブドゥンラフマーンハーンは性敵を弱体化させるためにナセルの家族をガズニーからアフガニスタン北部に追放した。ナセルはクンドゥーズを建設し郊外を開発する産業運動を立ち上げた。ナセルはまたスピンザーコットンカンパニーの創始者としても知られており、後にシルハンバンダルと呼ばれることになるキゼルカラコを開港した。 さらに、シルハン陸上港学校のように彼の名前を冠した学校がおいくつもあるが、バークラザイの王はガズニーのハーンに王位を奪われることを恐れてシールハーンを殺害したという噂がいくつもある。ナセルの追いのゴラムセルワールナセルは開発を続けてスピンザーの工場労働者のために新しい住宅、学校、病院を建設し、クンドゥーズを経済的に繁栄した町に変えた。 クンデューズはアフガニスタンで最も富裕な州の一つになり、スピンザー・コットン・カンパニーは約2万人を雇用する国内最大かつ最も成功した資企業に成長した。ナセルの名前を冠した学校からは、グルブッィン・ヘクマティアールやファルハド・ダリア、サドルディン・サハル博士、スレーマン・カカルなどの有名人を輩出している。なお、歌手のファルハド・ダリアはナセルの孫である。 ありがとうございます。